こんにちは、アット好きです。昨日のね、夜ぐらいまではまだお玉だったんですけど、今日ね仕事終わって帰ってきて、この子たちを見たらね、なんともうカエルになってました。というか尻尾も縮んじゃってね、短くなってました。はい、エラのところもね、塞がって肺呼吸に変わってました。肺はもうあるような感じはしてたんですけどね、すごい突然に変わったのでちょっとびっくりです。はい、そしてねこの子たちにね名前をつけることにしました。この子がねマルです。なんか若干まだ区別がつかないですけど、とりあえずこの子はマルってことにします。ね、丸っこくて可愛いから。はい、ね、続いてはねこの子はねピオくんかな、ちゃんかな、どっちかわからないけどピオです。でこの子はね加賀くんにしました。なんか男の子っぽいから。この子はね、メタちゃんかな？性別はわからないですけど。はい。まだお玉なんです、この子だけはね。かわいいね。この子たちの大きさわかるようにメレンゲに乗っけてみました。かわいいですね。こんなに小さい。ねえ。かわいい、ほんとに。バジちゃんがね、うちに来た時はこんなにちっちゃくなかったね。もう一回りか二回りぐらい大きかったな。かわいい。こんなにちっちゃい。でも、2、3ヶ月もしたらね、ジェットくんとバジちゃんみたいな大きさになるんだね。すんごい楽しみだな。かわいい。ちょっと感激です。私は尻尾の縮まりのスピードすんごい速い。なんか明日には尻尾なくなりそうな勢いですね。ほれ、危ないよ、浅瀬にいなさい君はね。なんかまだねカエルになったばっかりだから動きがね、なんか、お玉の時のように吹かせにはいけないし、みたいな感じになってる。でもちゃんとね、鼻、水面に出してうまくやってる。すげえ顔だな、この子。多分この子ね、加賀くんかな？かわいいね、丸。なんか一番今ね、丸がかわいい、私的には。まあこれからみんなも可愛くなるんですけどね。それではこの辺で終了にしたいと思います。ラット好きでした。